はい、皆さんこんにちは、瀬賀しおりです。今回はですね、こちらじゃじゃん、 GU のネットショッピングをしたので、こちらをご紹介していこうと思います。今の時期はやっぱりお洋服とかも実際に店舗に行くっていうのがなかなか難しくって、ネットショッピングすることが多いと思うので、ちょっと当たりか外れか生地感とか見ていこうかなと思います。ちなみにネットで注文してから10日ほどで届きました。じゃあね、一つずつ購入品を紹介していきたいと思います。まず一つ目はこちらのグラフィールバックオープンキャミソールのオフホワイトで、お値段が990円です。商品名にも書いてあるんですけど、バックオープンキャミソールということで、前はこんな感じなんですが、後ろはこういった感じで、結構背中がねがっつりと空いてるタイプのキャミソールになります。そしてこちらのキャミソールはパッドもついてるので、下着とかもつけなくていいから、下着のこの紐とかも見えずにお洋服が着れるというとっても使えるキャミソールです。ちなみにこれホワイトを買ったんですけど、こちらの10番ピンクというカラーも購入しました。でネットにはねピンクって書いてあるんですけど、もう見た目は完全にブラウンですね。まあ白があれば何でも使えると思うんですけど、まあこういうブラウンのキャミソール持ってたら、最近だとめちゃくちゃこう透けてるシースルーのトップスとか流行ってるじゃないですか。結構私それブラウンとか持ってるんですけど、この色を着てシースルーの着てても可愛いかなと思って、インナーとしても着れるし、中をね透けさせて見せてもいいようなこのキャミソールになってるので、一応2色買っておきました。はい、そしたら次はこちら、これがですねシアーロングシャツ長袖のベージュカラーで、お値段が1990円です。すごいね透けるようなシアーなシャツになってます。こんな感じでこうやって袖を通すとめちゃくちゃ透けてるのがわかるかなと思います。なんかこうシワとかも目立ちにくいようなこういう感じの素材で、私はなんか大人っぽくて安っぽくも見えないからいいなと思いました。で胸部分にね片方だけポケットがあって、で結構ロングシャツになっています。まあ、すごく今年っぽくって、こういうシャツを1枚持っておくとかなり使えると思います。そしたらお次はこちらのワンピースになります。こんな感じの花柄のワンピースなんですけど、フラワープリントフロントボタンワンピースの半袖で、カラーがナチュラル、お値段が2490円です。もうカラーがナチュラルっていうところに惹かれました。ナチュラルカラーに黒のお花のプリントっていうのがすごく大人っぽくって可愛いなと思って購入しました。ちなみに腰部分にはこうやってリボンもついてるんですけど、真ん中には全部にボタンがついてるので、ワンピースとしても着れるし、ボタンを開けて羽織物としても着れるようになっています。それがすごくいいなと思いました。なんかこういう前が開くタイプだったらワンピースとして着て、で次会う時は羽織物として前を開けて着るっていうコーディネートもできるから、なんか一度で終わらないっていうのがすごくいいなと思って、こういうタイプはやっぱ好きですね。前がこう開くタイプっていうのはかなり使えるなと思います。ちなみにこちらのワンピースにはこういう中に着るスカートも入ってます。まあ前がね開くタイプなので裏地がついてないから、これ1枚ワンピースとして着るってなると結構ねこの下の部分が透けちゃったりすると思うんですけど、これを履けば大丈夫ですよっていうものもしっかりとご親切についているので、とってもありがたいですね。続いてこちらのT シャツになるんですが、ちょっとね変わった形していて、ツイストチュニックT ゴブ袖、カラーはオフホワイト、お値段が1490円です。一見普通のトップスなんですけど、ここでねウエストの部分で一度こうクシュッとなってるんですよ。ただの無地のシンプルな T シャツなのに、こういうなんかさりげないデザインがすごい可愛いなと思ってこちら購入しました。ゴブ袖だし、これ S サイズなんですけど結構ビッグサイズに作られていて、すごいいいなと思います。ダボッと着れて可愛いかなと思います。そしたらまたね白のトップスなんですけど、こちらこれがギャザースリーブ T ゴブ丈のオフホワイト S サイズで、お値段が1490円です。腕の部分がすっごく可愛くなってるんですよ。
こんな感じでキュッと絞られていて、なんかこう女の子らしい上品なトップスで、まあ、白で無地だけど本当にこれを着たら一気にね女子感がアップすると思うので、なんか可愛いなと思って購入しました。はい、そしたらお次はこちら、じゃじゃん、ドルマンシアーカーディガンの長袖でベージュ M サイズ、お値段が1490円です。でこれ一見普通のカーディガンだと思うじゃないですか。さっきのシャツと同じように結構透けるようなシアーなカーディガンになってるんですよ。こういうカーディガンで透けるタイプっていうのを持ってなかったので、一目惚れして頼んで一番気になってた商品です。これこそ春夏、夏もちょっと涼しい夜とかはさらっと羽織れるのかなと思います。めちゃくちゃ可愛いです。想像通りめちゃくちゃ可愛い。そしたらお次はこちらの普通の T シャツなんですけど、ね、U ネック T 5分袖でベージュの M サイズ、お値段が990円です。こういうねベージュの T シャツっていうのが欲しくって、プチプラでね安く売ってたので購入しました。 U ネックでなんか思ったよりも結構空いてますね。大丈夫かなっていうくらい空いてる。で5分袖でちょっとこうビッグサイズにも見えるような、本当に結構テロテロな薄めの T シャツかなって思います。そしたらお次こちら、ツーウェイリブタンクトップ Q の、カラーがナチュラルというカラーで L サイズ、お値段が990円です。まあ、ツーウェイっていうのはこっちね今 V ネックになってるんですけど、後ろは U ネックになっていて、 V でも U でもどっちでも着れるよっていう感じのタンクトップですね。もうこのタンクトップ持ってたら、あの本当にこう羽織物、さっきも結構シースルーのシャツとか、まあ、カーディガンとかも私購入しましたし、本当今持ってる服のアウターとかのインナーとしても何にでも使えるのでいいなと思って購入しました。このねナチュラルのカラーがめっちゃ可愛くって、今理想のカラーですね。 V でも着れるし U でも着れるようなトップスです。そしたらお次もトップスなんですけど、こちらこれが UV カットウォッシャブル V ネックセーター過去ノースリーブで、オフホワイトの M サイズ、お値段が990円です。こちら紫外線を 90% 以上カットするセーターになってるみたいです。しかも抗菌防臭機能もついているため汗ばむ季節にもぴったりって書いてあります。まあ、生地も結構薄めで重たくなくって中にね着やすいかなって思うんですけど、これで紫外線を 90% 以上カットしてくれるってかなり嬉しいですね。で首元は V ネックになってるんですが、結構テロッとした感じにはなってます。はい、そしてお次はこちら、ディープスリットチュニックティーの5分袖でオフホワイトの S サイズで、お値段が1490円です。ただただ普通の白 T なんですけど、結構ビッグなサイズになっていて、袖も5分袖ですし、もう丈もねめちゃくちゃ長いタイプのこんな感じのトップスになってます。でサイドにはこうスリットが入っていて、まあ、ボトムとかねこっから見えて可愛いかなっていう感じですね。160センチの私でも S サイズでこんなに大きく感じるから結構大きいですね。今ビッグシルエットというかビッグサイズのトップスとか結構流行っているので、まあ、白 T のねこういうの持ってたらスカートとも合わせられるしデニムとも合わせられるし結構可愛いんじゃないかなと思います。そしたらやっとねボトムス系なんですけど、こちらフロントボタンナロースカートベージュで M サイズ、お値段が1990円なんですが、真ん中にボタンが下までついていてっていうスカートです。でウエスト部分にこうやってあのベルトもね通せるところがあるんですが、後ろはゴムになっているのでしっかりと自分のね体にフィットしてくれるし、すごい履きやすいスカートかなと思います。私がね160センチの M サイズにしたので、まあ、最後ね着るときにその着た感じとかでねちょっとまあ想像してほしいんですけど、思ったよりも長くていいなと思いました。しかも生地も結構厚めでしっかりとしてるから、この春夏だけじゃなくって秋とかも着れるかなと思うので、すごい長く着れそうで今回購入してみました。はい、そしたら最後なんですが、こちらの
パンツになります。これもすごい使えそう。ウエストリボンテーパードパンツ、ピンクカラーで M サイズ、お値段が1990円です。こういうピンクのテーパードパンツがすごく欲しかったので GU で購入してみました。でこれウエストにリボンがついてるのと、あとウエスト部分後ろはゴムになっているのでいいかなと思います。で結構ね、思ったよりもこうシャカシャカしたちょっとシワが目立ちやすそうなパンツかなとは思うので、こう着るときね、いつもスチーマーで伸ばさなきゃなとは思うんですけど、まあでも色味が結構こうくすんだ感じのピンクで、私のドタイプのカラーなので色はかなりいいなと思います。こういうテーパードパンツはお仕事の通勤の時とかにも使えるし、普段もね合わせやすいパンツになっているので、本当にこう大人になるとなんか履きたくなるようなタイプのパンツかなと思います。はい、ということでこんな感じで GU での購入品を紹介したので、今からちょっとね色々着てみたいと思います。ということでこんな感じで今回の GU 購入品は以上になります。今回の買い物はめちゃくちゃ大成功でしたね。なので皆さんも気になったものがあったらぜひチェックしてみてください。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。